おはようございます。おはようございます。和藤です。おはよう。2018年4月の22日、13時37分です。よろしくお願いします。おはよう。はい、お疲れっす。おはようございます。おはよう。のんちゃん、チキン1本食べない？食べる。よかった。2本は買いすぎだわ。おはよう、みんな。はい、ワンのツー。はい、こんにちは。朝飯ナウズ。うまい。染めたよ。染めた。ノーマルカラーね。今日ね、プロのカメラマンに撮影してもらう。和道から。いや、もともとずっと赤だもん。スライリーさんが最近のリスナーさんだから、赤いの知らない。俺ずっと赤だから。要は手抜きして染めてなかっただけだ、金髪は。おしゃれ。おしゃれかどうか分かんないけど、ファミマの黄金チキンだよ。ファミマの骨付きチキン。ファミリーマート頑張ってるね、鶏肉ね。ファミマ飯がまずいんだよね。弁当くっそまずいけど、揚げ物とか頑張ってる。こけしさんいらっしゃい。そうだね、鶏肉はファミマの方頑張ってるね。だ、弁当はね、圧倒的にセブンだね、弁当は。食い物系、弁当強いね。ローソンはなんか OL 受け狙ってるよね。なんか意識高い OL 狙ってる。こんにちは。
セブンね、サンドイッチの添加物の量を増やしたんだよね。最近はい、ヤナラッキー、こんにちは。ミニストップの弁当食ったことないな、うん、おお、トトいらっしゃい。ミニストップの弁当食ったことねえな。俺はもう弁当はセブンイレブン以外で買いたくないね。おはよう。はい、バズツ。うん、さっき染めてきた。おい、たむたむさんいらっしゃい。どうも。パレード？パレード？わかんねえな。はい、バーガーありがとう。テレビとかくだらねえもん見ねえよ。俺和道だよ。テレビとかくだらない庶民のものは庶民でやっとけ。俺もうテレビやめたんだわ。何も見ません。オリンピックとか関係ないです。はい。イベントごとも関係ないです。テレビ見ません。そういうのはそっち側の人間でやればいいと思ってるから。何にも見ません。テレビに使う時間がもったいない。配信？配信よ。そう、部屋にない。
もう俺はテレビはね、だいぶ前に終わったと思ってて。テレビすげえ好きだったの。ていうか今でも好きなんだけど、テレビが好きだからこそ今のテレビが許せない。めちゃめちゃテレビっ子だよ、俺。テレビっ子もテレビっ子だよ。だからテレビつまんないっていうやつ許せねえんだよ。お前が見たことないだけだよって、面白かったテレビを。もうテレビテレビテレビだよ。テレビ2台ぐらい欲しい、家に。3台とか。テレビに囲まれたいと思ってたもん。テレビ最高だよ。昔の面白い番組は本当に面白かったよ。いや、もうテレビ大好きだよ。一日中テレビの話してた。いや、今のテレビは単純、ただ年寄り向けに作ってるから気に食わねえだけで、何にも面白くない。60代、70代、80代に向けて作ってるから、俺らが楽しめるコンテンツなんか何一つない。そんなもの見ねえよ。今配信が若者が見るっていうの分かるよ。その、なんつうの、テレビで見るもんないからでしょ。単純に合わないんだよ、今の若い子が。俺だからやっぱ配信やりたいっていうの、テレビっ子だったからっていうのでかいと思うよ。刺激が足りないっつうか、なんか倫理観とか求めてないの、俺テレビとかに。倫理観とかじゃない、尖ったコンテンツが見たいから。でも無理じゃん、やっぱり年寄りが見てるわけだから。年寄りが見てるわけだから無理だよね。やつらうるせえからさ。50代以下はネットじゃない？普通に BPO とかがうるさいんでしょ。数字が取れない番組が好きだったな。やりたい放題やってる場合、番組が好きだった。もう見ないね。クレイジージャーニーぐらいじゃん。でもそれも飽きちゃったな。クレイジージャーニーはすげえいいなと思ったけど。クレイジージャーニーぐらいじゃん。クレイジージャーニーって松本人志と小池栄子と、設楽、バナナマンの設楽っていう人が3人で司会でやってんだけど、世界ジャーニーって旅人って意味なの。がクレイジーって狂った旅人って意味なんだけど、世界中を旅してる狂人みたいな、スラム街ばっかり行ってるジャーナリストとか、あと廃墟にばっかり行く写真家とか、なんか変人を集める番組だね、クレイジージャーニー。それはすげえ面白くて、なんかカカオハンターっつって、海外で働いてる女の人がいるんだけど、チョコレートのカカオをひたすら求めてるって。基本的にはその1時間とか30分、どっちだっけな、1時間番組だったと思うんだけど、その中で1人を紹介するみたいな。で、
俺が好きだったのがお坊さんで、千日開放行っていう大阿闍梨っていうすげえ位の高いお坊さんがいて、若いんだけど、でその人がやった千日開放行っていう有名な修行があるの。でその修行っていうのは千日間、10年間かな、山に登り続けんの。一往復もう本当十何時間とかかけて、でもうその体験記とか、あとなんだっけな、もう一つ修行があるんだよ、千日開放行と、あともう一つやってるんだよ。4日間水も飯も食わないみたいな、で眠らないかなっていう、なんかすげえ修行があるんだけど、半分ぐらいが死ぬのかな、そうそうそう、不眠不休、飯も食わない、水も飲まないかな、4日間、そう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 、あの回がすげえ面白かったね。おいカオスおかえり、どう、てかカオス俺のこと記憶忘れてたでしょ、初日誰だか分かんないで DM してたでしょ。おかえり、バーガー10個ありがとう。いいよカオス、今大変な時期なんだから俺にアイテムしないで、また余裕が出てきたからでいいよ。俺のこと誰だか分かってる、忘れてない忘れてないんだったらなんでなんかもう忘れないって言ってたの、よく分かんなかったんだけど、なんかね初日のカオスね、自覚がないかもしれないけどね、やっぱねちょっとね変だった、入院中もろ覚えてた、あそう、うん、あよかったよかった、俺本当にね死んだと思ってたの、カオス自殺したと思ってたのあれでしょ、東京以来でしょ、東京以来でしょ、そこの、ねえ生きててよかったね。やっぱあれだな、俺思ったよ今回の件で、俺は死んだと思ってたから、会いたいって思ったら会わないとダメだなと思った、本当になおさら、いや生きてて本当良かったなと思ったもん、会いたいと思ったら会わないとって、うん、いやみんな心配してたよ、もう後半は死んだっていうことになってたけどビットコインで破産して首を吊ったっていうことになってたけど、俺の中ではすげえ良かったよ、うん、左の脳みそが何、左の脳みそが取ったのないの、カオスは簡単に言うと脳みそ、左の脳みそ取ったの、半身不随じゃない、俺も状況よく分かんないんだけどね、いやカオスのツイッター見たら分かるよ、血が溢れてたんだ、左の脳みそは右手で使うから、俗説だと論理とか数学とか言語とかじゃなかったっけ、左が絵とか音楽、左手で使うから右の脳がって言われてるよね、音楽とかその感性とかみたいな、まあそれも俗説だろうけど、まあなんかストレスでしょ、倒れてて気がついたら病院だったって話でしょ、いや俺ね、でもねカオスは大丈夫だと思うよ、むしろ多分才能開花する方にかけてる
より変人になる方にかけてるんだけど、ハウスは大丈夫だと思うよ。生きてりゃ勝ちだよ。生きてりゃ勝ちだから。左脳は計算、声や音の認識、読み書きなど運動脳として動く。脳は使ってないスペースだらけなんだけど、大脳皮質って言って、実は人間らしさの思考って薄皮一枚なんだよ。この前頭前野ってやつ。まあ大丈夫だと思うよ。まあカオスが今どういう状況なのか分かってないけど、まあ大丈夫でしょう。はい、ワード2。ねえ、カオスよかったね。何、喋ることができないの？なんかリスナーさんに聞いたら、いや普通に喋ってたよっていう人と、カオスのコアなリスナーは別人だっていうので、俺はそっち派なんだよね。電話代まだ払ってない。今忙しいのは分かった、分かった。喋れないの？でも放送で喋ってた記憶はあんの？放送で初見さんとかにわかリスナーが見たら普通に喋ってたって言うんだけど、俺とかヤバゾーとかのカオスの印象は別人ってイメージの。多分初日だからね、リハビリができてないからだと思うんだけど、2日目3日目あたりになって、俺実はカオスの放送見てないんだよ。タイムシフト残してねえから、カオスがだからどういう状況なのか分かってないんだよね。あ、単語がね、退院を卒業っていうの素敵じゃん。尾崎豊みたいじゃん。いいじゃない。でもそれが今分かってるんだったらもう回復するよ。大丈夫だよ。でもね、俺ね、今の記録を取っといた方がいいと思うよ、カオス。今の自分って多分回復の途中だから、この記録って一生残した方がいいと思うよ。俺の勘だけど。積極的に雑談やりな。どうも。積極的に録画残しておきな。いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、いいんだよ。カオス、とにかく記録は残しておきな。とにかく。財産になるから。配信見てたけど完全に喋れてるのに自分では喋れてないって言い張ってた。いや、だから思考が追いついてないんでしょ。もっと表現、幅広い表現使いたいんだけど、要は単語が出てこないんだよ、多分。そうそうそう。録画して、その同じ苦しみになった人の記録になるし、自分がどうやって乗り越えていったかの記録になるから、積極的に配信今こそ回すべきだよ。神様から命ねえもらったわけだから。救う神ありゃ拾う神ありだよ。捨てる神ありゃ拾う神ありか。
普段の配信はもっと話広げられるけど、単語が出てないから会話の世界観が。まあまあ、でもカオスはもともと絵とかさ、音楽とか何でも映像でも表現できる人だから、むしろヤバ造も俺もそっちがより開花する方にかけてるよ。期待を込めて。カオスがもともと持ってるカオスらしさみたいなものがより際立つと思ってるから。ジャックありがとう。友達の名前とか発言できない。投資には興味ないね。投資には興味ないっすね。なんで？なんでかっつったら、俺が投資の対象だから、リスナーさんが俺に金投げてるっていうのは、俺が投資の対象じゃん。投資の対象が投資やったらダメでしょ。と思ってるけど、俺は。俺自体が商品だから。俺にかけてみんな投げてくれてるわけだから。昔はね、めちゃめちゃ興味あったんだよ。株 FX、ビットコインとかそういう系のもの。だけどね、なんか、金だけ追っかけるの疲れちゃったんだよね。なんか、やりたいことやって金稼ぐのが一番人間らしいと思って。なんか、やりたくないこととか、画面に向かってなんか、ぼちぼちやるのが向いてね。やっぱ、喋りで食ってきたいから。いや、多分ね、まあ、俺の感想なんだけど、言語スリットの問題で、思考があって、思考の方がもともと広いんだよ。で、言語ってすごく限定的に喋るの。間口が狭まるの。だけど、その狭い間口と脳はリンクしてるんだけど、脳が昔はもっと使えてたのに、脳自体が削られて、だからアウトプットされた表現っていうのは変わらないように見えるんだけど、本質的な話の広がり、脳の広がりがなくなったっていうことを言ってるんだと思う。カオスは。俺の解釈ね、これは。だから、言語、狭くなった側だけは一般的に伝わってるんだけど、彼はもっと使えてたっていう。だから、チョイス、選択肢が狭まったみたいなこと言ってるんだと思う。仕事できるよ、大丈夫だよ。はい、カムさん、渡つ。のめんさん、風船ありがとう。多分ね。あ、生活保護受けな。あとビットコインやめな。これ俺の個人的な感想ね。個人的な感想。アンチじゃないからね、カオス。個人的な感想。ビットコインやめた方がいい。別にやってもいいし、好きだったらあれなんだけど。俺個人的にはね、カオスね、ビットコインやめた方がいいと思う。ビットコイン続けんの？ まあ、続けたければ続ければいいけど。好きだもんね。まあまあいいじゃん。好きだったらいいんじゃない？なんかビットコインで5000円得るよりも、カオスの場合は、これ、カオス、俺のたわごとだから あの、話聞き流してくれていいんだけど、これ俺の気持ちね。カオスがビットコインの時間に張り付いて10時間で5000円稼ぐよりも、カオスが10時間かけて作った何か、絵とか、まあ、T シャツとか何でもいいんだけど、それで売れた5000円の方が世の中に幸せをもたらすって考えてんの。わかる？カオスが得る5000円は一緒かもしんないけど、世界が良くなってるかどうかで言ったら、俺はカオスは何かをやった方が、そう、世界、得る額は一緒。得る額は一緒。使う時間も一緒。だからカオスの中では整合性が取れてるけど、周りの人が幸せになれるかどうかで言ったら、俺はカオスは何か表現とか別の仕事をやった方がカオスは世界を幸せにするって考えてる。で、それって遠回りにするとカオスが幸せになる確率が高いと思ってるの。
で、ビットコインで世界を幸せにすることができる人もいるので、個人的にはカオスは向かないと思ってる。はいはい、いってらっしゃい、トト、花火ありがとう。でもカオスが別にそっちの方が価値があるっていうのは、俺はカオスじゃないから分かんないから、カオスが見てて感じてる世界っていうのは俺は理解できないから、選ぶのはカオスだけどね。俺が客観的に見てるとそんな感じがするの。あ、そうそう、宝石のことも相談させて。あの6月捨て頃終わったらシルバー本格的にやるから、あのていうかカオス力貸してよ。あのいろいろやろう一緒に。自分で生み出した価値があるとかじゃないんだよ。金は金なんだよね。だけどカオスがビットコインにハマってる理由って、俺旅がしたいからって聞いた時に違和感を感じたの。あのなんかね、そうじゃなくて、カオスは別に旅できると思ってるから。メキシコ人からお金もらえる話はよくわかんないけど。あとカオスね、あのこれはちょっとあの個人的な話なんだけど伝えなくちゃいけなくて、カオスがあの退院したっていうツイッターの日とかそれ以外の日から、カオスがいなくなった期間っていうのは、俺すげえカオスカオスっていう風に DM とか LINE とか殺到してて、で、カオスのことを本当にあの心配してる人がたくさんいたっていうのを、多分カオスに DM も言ってるから分かってると思うんだけど、あのとんでもない量が来てるからね。あのその人たちがいるっていうことをね、あれだよ、仲間がいるよ、カオスすごいいる。本当にあの私何もできないけど、あのどうしたらいいかっていうふうに相談すごい聞いたよ。 YCY って何？ YCY とんでもない量できた。 YCY っていうのが分かんないな、カオス。俺からしたらね、死んだリスナーっていうか死んだ人間が生き返ったみたいなもんだからね。やっちゃうよって意味があんの？やっちゃうよって意味があんの？ YCY ってな、 YCY って言葉がわかんねえ。ノンラブありがとう、教えてくれて。若者言葉だとやっちゃうよなんだ。竹本 YCY じゃないでしょ、なんだっけ、竹本 YCY だっけ。竹本さん亡くなったね、うん、竹本さん亡くなった。鶴亀丸亀か。うん、竹本とは一回も会ってなかったかんな。なんか寂しいよな。へえ。うん、いやいや本当にね、年取ったよな俺らもな。若い頃ね、20代後半とか10代の頃でね、死ぬやつ出てこなかったけど、なんか仲間が死ぬようになってるから悲しいよな。ほんと今を生きようぜ。ドレさんも死んだし、ドレさんな、あの世でよくやってるかな。一番びっくりしたもん、ドレさんが死んだ時衝撃だったよな。ね、いや俺らドレさんの分まで生きような。
俺らはドルさんのこと忘れちゃ、え、ドルさん生きてんの？生きてたっけ？あ、ドル生きてるか。あ、ドル生きてたわ。生きてたわ。ごめんごめん、忘れてた。あ、生きてるんだ。あ、そうだ、よく飯食ってたわ俺。マニーに風船ありがとう。そっか、うん、怒られる。うん、あ、今日も配信やってた。あ、そうなんだ、うん、弱っ、うん、なんならまた黒くなってた。ヒサロ言ってるんだろうね。あ、っていうかさ、すげえいい商品見つけたんだよ俺さ。ヤニでさ、歯が黄色かったんだけど、だんだん白くなってるんだよね。少し白くなってんのわかる？ちょっとね、ヤニとコーヒーで黄ばみまくってたんだけど、最近ね、だんだん白くなって、ステインがこう垂れてきたんだよね。ちょっと綺麗になってんのわかる？あのね、リステリンからホワイトが出てきて、そう、ホワイトニングやってんの最近で、2週間でだいぶ綺麗になるっつって、今日3日目なんだけど、そう、歯綺麗にしないとと思って、リステリンのホワイトってやつ試してるね。そう、本当はね、歯科矯正やりたいんだけど、金がないから、まあなんかほら、清潔キャンって言っちゃった。清潔キャン大事じゃん。配信者は清潔キャンだけでやってきたから、やっぱ歯が汚いと嫌だから、歯並びが汚いのはしょうがないにしても、ちょっとね、歯は綺麗にしたいから。清潔キャン。うん、ねえ、歯科矯正とか200万ぐらいするから無理だよね。だ、なんか白くすれば凹凸が目立たないから、下の歯がガチャガチャなんだよ。だからこう、上はそんなに汚くないから、うん、200万ぐらいかかるでしょ、大人の歯科矯正は。下の歯がね、ぐっちゃぐちゃなんだよ、この辺が。これがね、コンプレックスで、すごい汚い歯並びが。シルバーアクセいくつか売れたらできるね。うん。あいわかつ。名前が思い出せない。うん。リステリンのグリーン愛用してたが、歯医者に行った時に舌が緑で危ない病気を疑われた。あ、下のね、あれが緑だったらちょっと歯医者もびっくりだよね。ごめん、黒豆っていう人が誰だか分かんない。あの、ごめん、本当に分かんねえ。有名な人なの、黒豆って。あー、黒豆か、分かったわ。いや、紛らわしいな。久々に黒豆、いやいや、今思い出したわ。黒豆って言ったから分かんない。俺も暗黒脳じゃなくなってるっていうか、ニコ生離れてんの実感したわ。黒豆ってなんか女の子を想像しちゃったの。俺、黒豆が分かんなくなってるわ。3年、ねえ、2、3年離れてたら。緑さんね、まあ、ふわっち来るんじゃないの。東京医大に入院してる人で、和道くんそっくりな人がいる。へえ。そうなんだ。黒ごまだよね。黒豆って言わないよね。黒ごまでしょ。まあ、ふわっち来るだろうね。遅すぎるぐらいだよ。まあでも、そんなに稼げないと思うけどね、みどりさんは。うん。みどりさんは俺、最初の月とか3ヶ月ぐらいだと思うよ。何気にみんな、口にしてないけど、稼げなくなったふわっち配信者って結構いるからね。結構いる。卑猥だよね。黒豆。
やっぱね、ロングスパンで稼げないとダメよ。あ、でも俺もな、なんだかんだな、100万一回も行ってねえかんな。なんかうだつ上がんねえよな。いつブレイクするんだろうって感じじゃん。地味に生き残ってるだけだよね。ほんと。地味に生き残ってるだけでさ。なんなんだろうね、この役割っつうか。自分自身、ね、なんかテルとかさ、ドレさんとかさ、みんなさ、うまくいってるじゃん。うまくいってるっちゃいってるんだけど、なんか花がねえんだよな。話題性がねえっつうかさ。閲覧はえぐくなるだろうし、俺はちょっとやりづらくなるかな、正直。向こうのリスナーが俺のこと知ってて嫌ってるから、多分俺の放送荒らされると思うよ。ロングテイルが大事なんだけど、そう、本当のこと言うと、実を言うと羨ましいっていうタイプだと思うの。ずっと生き残れるタイプだから。だけど、俺からするとバブルとか、こう、ドーンっていうのがあんまりないタイプだから、羨ましいのよ。なんか人生ひっくり返ったように見えるから。うわ、なんか楽しそうだなーみたいな。画質悪い？俺の放送画質悪い？どう？え、なんで？画質悪いか？そう、花火次第なんだよね、本当に。うん。あ、一緒に行こう。いいよ、いいよ、いいよ。一緒に行こう、一緒に行こう。画質は別に悪くないよね。うん。治った？よかった、よかった。まあまあ、ニコ生は歴史が終わるだろうな。っていうか、遅すぎるぐらいだと思ってて。うん。遅すぎるぐらいだよ。もうニコ生はもうとっくに終わってたんだよ。のりゆきさん、ゆいがさんが辞めて、のりゆきさんも移動して、ツイキャスがブームになった時、本当は終わってた。延命しただけだよ。いいよ、いいよ、カオス。いいよ、カオス、とりあえず会おう。うん。とりあえず会おう。っていうか、忙しい時ほど別に力になるよ。力になるよ。頼ってね。そうだろうね。市議会落選したら。っていうかね、多分ね、立川の市議会って1800票ぐらいで取れるから、そんなに実はハードル低くないんだよね。市議会取る可能性も結構あると思ってるよ、俺。立川。いや、俺はね、逆にね、今のカオスを見たいっていうのがあるんだよね。まあ、カオスが嫌だろうけど、なんか、もう俺ね、多分ね、1ヶ月ぐらいしたら治ると思ってんの。むしろなんか普通になるっていう、っていうかね、経験でね、脳みそやられた人何人か見てるんだよ。で、結構リハビリってすごいの、人間の回復力って。なんか脳が新しいシナプス作って、なんか覚醒する人間ってよく見てきてんの。で、俺はね、今のカオスが見たいんだよね。今のカオス。まあ、わかるわかるわかる。うん。俺が言ってもいいし。そう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 。回復っていうかね、新しい回路を作るの。補うように、脳ってすごいんだよ。だから、人格は結構変わったりするんだけど、面白いんだよね。そうそうそう。数ヶ月でかなり回復するの。何人も見てきたから。だからカオス、今が一番苦しくて、もどかしいっていうのかな。だけどね、人間の能力を舐めちゃダメだよ。やっぱり。あ、いいよ、何でもいいよ。俺は別にどこだろうと、いつだろうと、何だろうと気にしないから。カオスに会うことが目的だから。やることなんてどうでも何でもいい。キングさんいらっしゃい。あ、勉強になった。ありがとう、ありがとう。何でも質問して。生活保護ね。はい、ハートありがとう。いや、医者じゃないから適当なこと言えないけど、知り合い見てる限りだとすごい能力を発揮したりする人いるよ。わかるわかるわかる。もどかしいつうか辛そうなのわかるけど、ただ1年後とかに会うとね、あの時言いたかったことを実は今言えるみたいなことがあってすごいんだよ。うん。そうそう、赤くした。いつものカラー。和道から。今日撮影があるんだよ。もう本格的に、ちょっと芸能界の方とか、テレビ番組の方とかにも、なんつうの、
打ち出していかないといけないっていうのを俺の中で危機感があって、配信だけだとやばいんじゃないかっていう危機感がずっとあって、で、宣材写真と、なんつうんだろう、プロフィールっていうの、ああいうのを作ろうと思ってて、なんかこう、プロデューサーにあったり、映画監督にあったら、僕こういう人間ですって渡せるものを作らないとと思ってて。で、プロのカメラマンに写真撮ってもらう。今日。だから今日髪の毛染めて、夕方ぐらいにちょっと出るよ。うん。うるせえよ。うるせえ。うるせえ。揚げ足取るんじゃねえよ。生き残ってく、好きか嫌いか別問題だから、生きるっていうことにコミットしたら関係ないんだよ。生きてかなきゃいけないんだよ俺は。パフェありがとう、アイテムありがとう。スルー多かった？スルーなんかしてないよ俺。スルーなんかしてないっつうよりも、最近極端にコメントを拾わないように、拾わないように気をつけてるね。コメントを拾いすぎる大手なまぬしを見たことがないの。だからコメントをなるべく拾わないっていうのに今ね、そういうテーマなの俺の中で。芸名変えないよ。っていうのも、みどりさんとか、金梅さん、七原くん、よっさんとかって、コメント拾ってんの見たことないの。こんにちはとか、今日ご飯美味しかったとか、今から仕事とかさ、どうでもいいじゃん。 そういうのを拾ったら俺はダメだと思ってて。そう、それって大手になったから拾わないんじゃなくて、そういうアウトプットすることっていうのに、その能力を特化してるから、別に書いてもいいのよ。書いても読んだらダメだと思ってて。うん。そう。リスナーさんを教育するのも俺も仕事だから。そう。なんか、なんつうんだろうな。その生産性のないトークはもうやめようと思ってさ。それって共倒れするじゃん。そう。俺やりすぎ、要はね、構いすぎてたんだよね、今まで。リスナーさんのこと。じゃないと番組盛り上げるコメントを打たなきゃっていう風にならないし、別にリスナーさん何書いてもいいんだけど、日常会話とかをコメントで書くべきではないんだよ、やっぱり。俺が拾うからダメなんだよね、それは。だから、凸かけてこいって話よ。あくまで表現者じゃないとダメだと思ってさ。それはさ、LINE とかでやればいいんだよ、Twitter とかで。なんか配信者としてちょっと考えねえとなと思ってて。自分の中で、いや前々から気づいてたことだけど、なんかもうそろそろやらないと次のステージいけねえなって。やっぱ大手になりたいんだよね俺の中では。で、いつまでも中堅のスタイルでやるっていうのは根本的に変えないと、自分のことを。いや、俺は個人的には、やっぱり自分の好きな世界では上に行きたいの。認められないから。オンリーワンも大事なんだけど、やっぱりそのオンリーワンを極めるためには、やっぱりその周りと切磋琢磨しないとダメだと思ってるんだよね。アマチュアだったらいいんだけど、俺やっぱこれで飯食ってるわけだから、やるからにはさ、やっぱりなんだろう、数字を伸ばしたりとか、成果を上げるっていうことにコミットできなくなったら、俺はプロじゃないと思ってるから。自由なんだけれども、意識しなくなったら負けって感じかな。俺はどれの子分じゃねえよ。勝手にどれの子分とか言うなよ。俺はどれの子分になった記憶なんか一回もねえよ。格闘技に関しては先生だよ。ただ配信者としては俺後輩だと思ってるから、どれは。やめて、そういうの。古文とかいうの。すげえ気分悪いわ。
ドレさんより全然配信スキルあるから、俺の方が。まあ、いずれ蓋開けたらわかるよ、それは。あ、そうだ、またギフト届いたわ。昨日に続いてまた今日もギフト届いた。あ、それはもちろんそうだよ。モノマネはしないよ。モノマネはしないけど、自分の中で、まあさっき大手さんがって言っちゃったから語弊があるかもしれないけど、配信そのものみたいな感じなの、俺が言ってるのは。例えば、リスナーさんがバーってツッコミ入れたりとか、クズガーとかカスガーとか言うのは構わないんだけど、そんなの一個一個拾ってたら放送が成り立たないんだよ。簡単に言うと。これはなんつうんだろう。要は、今自分の課題なの。見えてる壁なの。別に他人と比べてやってるわけじゃないの。ただなんで、みどりさんとかっていうのを引き合いに出したかっていうと、彼らの真似をしてるわけじゃなくて、彼らはその境地を実践してるっていうことを言いたかったの。俺は。彼らを意識してやってるわけじゃなくて、俺が例え話間違えたんだよ、だから。なるほど。わかったわかった。そうじゃなくて、彼らが見えてる課題が見えてるって、彼らが実践してる課題が今見えてるってことよ。俺が引き合いに出しちゃったから語弊を与えたんだ。だから別に彼らの真似をするってわけじゃなくて、やっぱりなんつうの、あるのよ。人数が増えてきたりとか、これから自分が成長するためにはみたいな。いや、そのつもりなのよ。俺は俺の道を極めようとしてるけど、なんだろうな、伝わってねえな。まあいいや。まあいいや。別にみどりさんとか金梅さんを意識したいっていう意味で伝えたかったわけじゃないんだよね。俺は俺の道を伸ばすためにやって、今見えてる課題を言ったつもりだったんだけど、とにかくなんつうのかな、リスナーさんの日記みたいなコメントは拾うつもりないよ、今後。自分のメールアドレスを忘れたとか、パスワードがわかんねえとか、診療所じゃねえからさ。バイクっつうかね、株か、なんだっけ、ジャイロキャノピーかなんか原付買って、牽引してモバイルハウスで旅したいなっていうのあるね。家を作りたい。丸メガネあるよ。あるよ。あるある。そう、最近よく言うでしょ。なんていうのかな、自分のことは自分でやれよっていう、俺のことは俺でやるよっていう。ただ、なんつうのかな、俺はね、リスナーさんに対する愛情が深すぎるの、簡単に言ったら。だけど、その深さゆえに悪くなってる部分っていうの多すぎると思って、もっと大きな目で見ないと先がないっていうのに気づいて、共倒れするんだよ、このままだと。結局、なんだろう、俺のね、今日お腹痛いとか眠れないとかばっかりコメント拾ってたら、結局ね、見る人が少なくなるし、普通のリスナーさんが離れるってことは、その人たちも結局、なんつうの、要は見てる方もつまんなくなる方が俺はやばいと思ってるの。あくまで見てる人が楽しいっていうところに特化するのが俺の仕事だと思ってるんだよ。とんがってるわけじゃないよ。要は、いつも言ってるメタモルフォーゼの時期が来たのよ。前回のメタモルフォーゼで俺は変われたけど、またメタモルフォーゼしないといけなくなったの。またメタモルフォーゼよ。さなぎ。痛みを伴うの。何回もスクラット&ビルドだよ。変わらない。
ふわっち消滅説は、俺は別に消滅するのが普通だと思ってて、別に消滅しようがしまいが俺らには関係ないと思ってる、正直言うと。で、なんでかっていうと、配信がなくなるっていうのを想定してないっていうのと、配信がなくなったとしても次のコンテンツとして俺は活かせる分野をやってると思ってんの。だからブログでよく説明してて、ブロガーとか2チャンネラーとか有名な、例えば深夜庁が有名ブロガーっていうのを知らない人が多いんだよ。深夜庁ってもともとブロガーとしてすっげー有名だったの。アメブロでトップ取ってたの。だから母体があったから放送始めた時のスタートダッシュが、フォロワーが多かったっていうのがあるの。っていうように金梅さんも有名ブロガーだったし、ただブログから表現の場所変えただけで、人間力で勝負してるから、俺らは人間性だけで勝負してるから、別になんか技術が変わったとしてもあんまり影響を受けない。あと配信自体がなくなるとは思ってない。はい、こんにちは。いや、あのね、人の話は聞こうよ。人の話は聞こうよ。俺、ふわっちがなくなるなんて一言も言ってなくて、なくなったとしても俺らには影響がないって言ったの。わかるよね？今の話聞いてたら。猫八さんさ、だってさ、猫八さんが来たタイミングでこの後に話題が振られたわけだから、全部聞いてたはずなの、俺の話。俺言った？ふわっちがなくなるなんて一言も言ってないよ。なくなったとしても何の問題もないよねって言っただけじゃん。なんで理解できないの、それが。もうそれがわかんないんだよ、うん。そう、俺らは、なんつうんだろう、フォロワーさんがいてなんぼの世界だから、別に、その出る媒体が変わったとしても影響がないっていうのが俺らの強みな、うん。そう、ファンがいれば俺らは生活できるっていう生活だから、そこが強いのよ、圧倒的に。だからふわっちがなくなったら俺らが食いっぱぐれると思ってるのは、俺らの業界のことを知らないからなんだよ。要は見えてないっていうか、側だけ見てるからそうなんの。俺はニコ生時代の後半ね、後半は、立ち見映画出てたから、簡単に言うと今のドレさんぐらいの閲覧数で言ったら500人から1000人の幅が安定して見てくれてたの。だから今のドレさん閲覧500から600、700とかでしょ、マックス1000いかないぐらいでしょ。あれをピンの放送でアベレージで出してた。で今4200人ぐらいのフォロワーがいるんだけど、5000人コミュっていうのを半年間で7回作ってたの、自力で。だから2年ぐらい前の方が配信者として俺は優秀だったの。だけどこれは実はこのやり方だと短命だっていうことに気づいて、ふわっちに来た時にスタイルを大きく変えたの。より寿命が長く、より力をつけるために難しい方を選択したのね。だから俺はなんだろう、人数とか見えない形では昔の方が実力あったっていう評価されてるんだけど、うまあ平均閲覧アベレージはどれ、今のどれさんぐらい。
そうそう、簡単に言ったらさ、よそのサイトに行っても別に変わんないから。めんどくさいっていう人が来なくても、人が集まってきたらめんどくさくても来るのよ。だから今さ、ニコ生で絶対ふわっち見ないって言ってた人たちが見るようになったでしょ。よっさんとかさ、関慎吾とか有名配信者が来るようになって、でみどりさんが来たらふわっちなんか見ねえよって、絶対見ないって言ってる人も見るんだよ。そう、これがその人間の心理。他行くなら見ないっていうのはファンじゃないからね。要はね、いや、稼げればいいっていう話じゃないの。稼げればいいっていう話をしてるんじゃなくて、要は俺らっていうのは、すげえな。稼げればいいかどうかの話なんて俺は一言もしてない 俺は稼げりゃいいなんて話は一言もしてない。いや、してないから。俺はそんな話してないね。はあ、すげえな。全然用してないって。 全然話を要約できてない。いや、分かる人には分かるっていうふうに割り切らないとやっていけないよ、この世界を。それは俺らのこの業っていうかさ、配信者っていう仕事を選んだっていうか、役割を選んだ時にもう決まってたことだから。いや、もう説明だるいわ。もう説明だるい。日本国を相手にお金を稼ぐことにした。いや、だから俺は目的は一つなの。労働っていうのをやらないでいかに稼ぐか、要は遊びを仕事に変えるかっていうのが最初のテーマだったのね。もっと具体的に言うと、時間と場所を拘束されないで自分のやりたいことでお金を稼ぐっていう手段の一つに配信があっただけなの。ただそれだけ。簡単に言うとね。そう。遊びを仕事にするっていうのが分かりやすく言った方で、もっと具体的に言うと、時間と場所を拘束されないで、自分の好きな時に好きなことをやって稼げるっていう、それって遊びでしょ？な、遊びを仕事に変えようと思ったの、動機は。で、その選択肢の中に俺が思いつく限り、配信が候補に上がってきたっていう感じ。そう。で、それが形になったのが結局3年半後だったの。取り組んでから。もう本気でこれをやろうって決めて、3年半後形になったっていうだけ。
で、形になってから1年半が経過しました。それが俺の今。それが俺の Now だね。で、実践できてるでしょ。だから結局俺もできないんじゃないかっていう怖さはあったんだけど、やってみたらできたんだよね。やってみたらできた。うん。だから多分おそらく俺ができるんだから他の人もできるっていうのが俺の考え方。なんでかっていうと俺の能力は低いから、人よりも。遊んでるんじゃないのかな。ただ人と違うのが、その遊びっていうのが楽をするっていうことではないの。遊びに対して本気でやってるから、人よりも労働は過密かもしれないよね。あの、人から見たら努力してるように見えるかもしれないけど、俺は本気で遊んでるから、その本気具合が普通の人とはちょっと違う。挑戦大事だね。挑戦よりも好奇心の方が大事だね。要は恐怖心とかスリルとか、なんだろう、そういう怖さみたいなものに勝つのは俺は好奇心だと思ってる。そう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 、真面目に遊ぶっていうか、全力で取り組むみたいなことはすげえ大事なことだと思って、俺は今でも遊んでるんだよね。この言論っていう勝負っていうか、その表現っていう勝負の中で毎日遊んでるんだよね。行動しなかったらゼロだからね。いくら頭良くてもゼロだからね。机上の空論ほど意味のないものないでしょ。理論は遂行でもさ、結局行動しなかったら意味ないから。だったら行動すね、バカでも行動するやつの方が賢いよ。俺はそっち派。で、俺は人類共通のことだと思ってるの。なんか労働をしないと社会が回らないとか言ってるけど、そんなことは絶対ないと思ってる、俺は。それぞれがそれぞれに楽しさっていうのは感じるのが違うから、それぞれには役割っていうものがあると思ってるの。生きるための役割。俺はだからみんなの暇を潰して、喋りが好きだから喋り倒して終わりよ。そのために生きてる。ありがとう。だから仕事やってるプロの人には好きなものじゃないと困るでしょ。カメラマンとかが映像嫌いなんだよねとか、アニメーターが俺アニメ大嫌いなんだよねっつったら信用できないもんね。絵描きが俺絵描くの大嫌いだわっつったら、その人の絵描いたくないもん、どんなに上手くても。でしょ。だったら下手くそでもいいから、超ね、大好きなんだよねってやってるやつの方が10年後先があると思ってんの。10年後続けるものをやらないと。好きこそものの上手なれっていうのはそういう意味だと思うよ、本来の意味は。はい、みすけありがとう。好きなものを続ける、継続する、勝手に上手くなる、社会が回る、人を幸せにできる、理想系だね。そう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 。だから結局俺はその時間と場所に縛られなくて好きなことをやるっていう、好きなことが喋りだったんだけど、それを人様を喜ばせたりとか、人様に評価されるまでに3年半の修行期間がかかったってだけの。でも普通の人は5年かけても10年かけてもダラダラやってたらダメだったと思うよ。俺は本気でやったの、3年半突っ走ったの、普通の人より。でも才能のあるやつは1年とかさ、半年とか、もう下手したらやった瞬間からできるやつもいるんだろうけど、俺はただ単に自分が不器用だから1年半かかっ、3年半かかっただけ。あと誤解を受けてるけど、みんなが思ってるより配信は実はテクニカルだよ。配信は実はテクニカルな世界。
みんなが素で天然だと思ってるけど、実は天然じゃなくて計算でやってることの方が多い。それがね、あの同業に伝わればいいんじゃない。素で天然なタイプもたまにいるんだよね。本当天才って言われるタイプね。うーなちゃんまんゆいがさんとかもう あそこで勝負したら負けるっていう。いや全然違う。社長でうまくいく人っていうのは大体人を使うのがうまい人だから、自分の能力が低くても能力の高い人から信用されたりとか、能力の高い人のモチベーションをさらに引き出すみたいな能力が必要な。あとはその帝王学みたいなもんで、その100人とか50人とかをどうやってやって、例えばね、普通の俺ら個人事業主みたいなもんで、100の力を200に変えるっていうことを俺らは意識するの。倍強くなるっていうこと。そしたら収入が倍になる、評価が倍になる。でも社長さんって100人が 1%、 101になるだけで200に変わるわけよ。こういう能力がある人が俺は社長を向いてると思う。自分が1とか0とかの能力でいいの。100人束ねられて100人のモチベーションを1変えられたら倍になるの。金梅さんはね、すっごく配信の勘がいい人。要はね、リスナーが求めてることを瞬時に見抜くっていう能力がすごく長けていて、放送の流れで今何をやったらリスナーが湧くかっていうことだけ考えてやってんので、そこの勘っていうのは多分金梅さんにかなう人いない。で、喋りが下手だから頭悪いと思われてるけど、このタイミングでこれを言ったりとか、このタイミングでこういう行動をしたら炎上するっていうことをさせたら金梅さんに勝てる人多分いない。で、この能力が高い人ってよっさんと野田総理とかが高いんだけど、金梅さんといる時はこの能力使わないね。そこが野田は特にそれがうまくて、野田はね、能力がくっそ高いところにすり寄るのがめちゃめちゃうまくて、プロ金魚の糞だと思ってる。ピンのプレイヤーとしての実力はあんまりないんだよ、実は。多分ね、金魚の糞をさせたら、野田総理に勝てるやつはいないと思ってる、俺は。プロの金魚の糞だよ、あれ。あと金梅さんはあとあれだな、後輩を大手にするっていうすごく難しいミッションをただ唯一できてるっていうのがすごいね。実は横山みどり暗黒ファミリーっていうのを築いてるし、他にもファミリーってよっさんファミリーとかいるけど、中堅とか自分より下の人間ばっかりなんだけど、金梅さんは実は後輩を育てるプロだと思ってるかな。そう、配信者を伸ばす能力が多分配信界一たけてると思う。いや、このプロ金魚の糞ってすごく難しいんだよ。すごく難しい。例えば横山みどりに可愛がられて、金梅さんに可愛がられて、誰とでもコラボできる人って俺野田総理だけだと思うよ。で、野田総理が企画の時にいる時の安定感、ひな壇にいる時の野田総理がひな壇やったら多分無双だよ。多分ね、中堅配信者誰も勝てないよ。すごいよ野田総理は。本当にね、プロ中のプロの金魚の糞だと思うよ。金梅さんなぜおかしいんじゃなくて、可愛い人とか美人とか声かけられてるはずなの。絶対に金梅さん付き合ってって言って、ただ配信的に面白くなかったら切ってる多分。で、金梅さんって来る中で頭おかしいやつを選んで付き合ってるね。
それがプロなんだよ。金梅さんは可愛い子を切ってる。要は嫉妬を買うから。そうじゃなくて癖があって暴れたりとか、なんかこうキャラクター、自分の配信のことだけ考えてるね。ニコ生の公式の野田ゾーリのひな壇はやっぱ輝いてるね。あれできるの野田ゾーリしかいないと思ってる。あれはぶっ飛んだ能力たけてるよ。あれレギュラーで呼ばれるのはわかるもん。あれはね、野田ゾーリにしかできないんだよな。金梅さんは単純に選んでるだけ。俺はね、何の能力に長けてるかっていうと、読みが半端じゃなくいいの。要は業界がどうなる、他の配信者の力関係、立場、ここ揉めるなとか、要は見る目がすごい鋭いの。とんでもなく能力長けてるから、ふわっちがどうなる、ツイキャスがどうなるとか、要は場の空気感とか、プレイヤーのどこが得意かとか、要は見抜く力が半端じゃないの。多分配信界で一番強いのは俺だと思うよ、それ。だから結構評論とかみんなやりたがるんだけど間違えてるんだよ。だけど俺すっごい定評あんの、こういうことに関しては。よっさんが来るタイミングとか、よっさん絶対ふわっち来ないって言ってたけど、何ヶ月以内に来るって言って予言的中したでしょ。ワンワンこれから多分1ヶ月以内にブレイクすると思うよっつってブレイクしたでしょ、荒野の件で。そういうね、誰がどうなってこういう関係でこうなるなっていう手が読めるの。将棋みたいな感じ。ただ俺の能力の低いところが自分が見えてないの。客観的に自分を見ようとすると全く的外れになるの。あと俺が多分一番プレイヤーとして強いのは、変なキャラクターを連れてきてくぐつ回しみたいなことやったら俺が多分一番面白いと思う。それは最近のリスナーだからでしょ。だからこいつ面白いなみたいな埋もれてるやつのいじり方をやらせたら、多分配信界トップなのは俺。それはね、いろんな大手さんにも評価される。だから深夜中に言われたアドバイス今でも覚えてて、ワード大手になりたいっつって、なりたいって、だったらもっとノリコを出しなって言われた。ワドがノリコを頻繁に出させて、ノリコが配信バンバンやるようになったら、ワドは多分配信界でトップクラスになるよって。解放とかノリコをもっとその極めなって言われた。ああいうことさせたらワドは一番面白いって言われた。ああそうなんだ。うん、そう、地雷女を選んでると思うよ。だからプロなんだよ。リスナーが喜ぶことだけをやろうとしてるから、金梅さんは。ちなみに俺金梅さんの放送ほとんど見ないからね。マジで見ないよ。ほぼゼロの状態だよ。ニコ生からふわっちツイキャスなんかほとんど見てないもん。タイトルだけで、雰囲気だけで憶測で話してるからね。金梅さんとの絡みでわかるんだよね、それは。あとね、金梅さんが人としてすごいところっていうのは、とにかく優しいの。本当にね、人間がすごくできてるっていうか、人としてすっごく優しいから、金梅さんを本気で嫌ってる人を俺は見たことない。後輩でも同業者でも、金梅さんにの優しさみたいなものをみんな感じながら、すっごく愛情深い人なの、金梅って男は。だから金梅さんを本気で嫌いって言ってる人を見たことがない、俺は。嫌う要素がないんだよな。でもこれってすごいことなんだよ。あんだけ尖ってたことやってて嫌われないってすごく珍しいよ。おはよう、こんにちは。そう、付き合って別れても未だにコラボが続くっていうのがまさに典型例だよね。
殴る蹴るやっても嫌われないからね、すごいよね。はい、おはよう。猫助さんか、カッパになったらわかんねえな。なんか印象がガラッと変わって、どこの初見だよと思ったもん。そうだ、俺が猫が多いっつってカッパに変えさせたのは俺だったわ。猫助さんか。いや、この前カッパに変えたんだよね。猫率が高いって言って、うちのリスナー猫ばっかりだなっつったらね、カッパに変わったんだよね。忘れてた、ごめんごめん。いや、俺もそう思ってるよ。あの、単純な面白さで言ったら金梅さんよりのんちゃんの方がはるかに面白いんだよ。ただ金梅さんはコントロールしたりエンジンをかけて面白さを作ってるの。のりことか海宝とか浅井さんの面白さっていうのは素が面白いから放送をコントロールすることはできないの。だからパイロットが必要なの。でパイロットって誰っつったら俺なの。だからあのモビルスーツとしての性能だけで言ったらのりことか浅井さんとかの方がはるかに高いの。石野とか、そう、機体としては優秀なの。ただパイロットの腕がないといけないから、金梅さんはパイロットとしてニュータイプなんだよ。勘があるの。そう、猫率高い。はい、こんにちは。そう、だけどのりこは自分が、のりこも浅井さんもそうなんだけど、自分がその最強のスペックのガンダムだっていう、最強スペックのモビルスーツだっていう自覚がないの。そこが問題なの。そう、金梅さんの能力はパイロットとしての腕なの。スペックも高いよ。モビルスーツとしてのスペックは高いんだよ。だパイロットとして天才なの。だから石野もそのタイプだね。モビルスーツとしての性能、生主としての性能は高いんだけど、自分をコントロールできないの。だから俺はどちらかっていうとパイロットとしての腕はいいんだけど、モビルスーツはもうなんかすげえ弱いの。だから俺の苦しさはそれよ。自分で分かってるの。俺の機体ポンコツじゃん、パイロットとしての腕は一流だろっていう。ただそのキャラクターが弱いの。それはずっと悩んでること。石野は人間力高いんだよ。だから2つの能力っていうのかな、プレイヤーとして俳優としてと脚本家としての腕みたいな。いや、脚本は俺得意なの。ただそのキャラクター、俳優としては弱いので、俳優として強くてのんちゃんね、俳優として最強にキャラクターが濃くても脚本が書けないと今度つまらなくなる。この2つの能力が噛み合った時天才が生まれるの。それが金梅さんとかだよ。横山みどりとか。
グレタのび太みんなドラえもんね。じゃあおはよう。でも俺のび太ってやっぱすごいなって思うよ。のびのび太っていう存在は結構理想系だよな。多分ね、のび太はドラえもんを最も使いこなせてるのはのび太なんだよね。あのドラえもんが汎用的に使われたとしても俺はのび太はやっぱりすごいと思うよ。のび太がいなかったらあのストーリー面白くないもんな。そうだ、靴もらったんだ、開封する。昨日さもらったのはスニーカーだった。バスケットシューズ、バスケットシューズじゃない、ボクシングシューズじゃなくて、これは普段履きだった。でこれ結構高いらしいよ。なんかボクシングシューズより高かったわっていう。俺が大好きなオールスター、今日撮影で履いてくけど、ハイカットモデル。これはこっちの方が高かったっつってでこれは普通のプレゼントで、バスケット、あのボクシングシューズはこっちだって。今日届いた、開封しようか。あの面白くないから詐欺の件さ掘り下げるんだったらさ面白くいじってくんね。なんか詐欺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 って言ってるけど、あの面白くなんねえから。それ開封しようか。別に詐欺のこと言うのはいいんだけど、面白くないのが一番の罪だから、そこに気づいていい加減。はいはい、ともさんいらっしゃい。梱包綺麗だよな。じゃ開封します。捨て頃で試合で履くボクシングシューズ、リスナーさん買ってくれた。うわめっちゃかっこいい。え、なにこれ、めっちゃかっこいい。え、どこのメーカーなんだろう。ロンドンって書いてある。ロンドン製だって。ロンドン、え、聞いたことないんだけど、このメーカー誰か知ってる。これロンズダレっていうメーカー知ってる。ロンドンだって。ロンドン製の靴履くの初めてなんだけど。え、ロンドンって書いてあるよ。マジかよ、フランス製じゃん。うわめっちゃテンション上がる。知らないよね、聞いたことないよね。開けるか。うわかっけえ。ほらロンドン、ロンズダレ知ってる？このメーカー、ロンズダレ、ロンドン製。ロンズデールっていうの。ん？わあいいね。健闘を祈るって、いいね。あ、ファッションブランドなんだ。健闘を祈るってメッセージ、いいね。健闘を祈るって、ロンズデールっていうの。じゃあいくよ、よーい、ドン。おお、かっけえ。うわー、かっけえかっけえかっけえ。うわ、軽っ。なにこれ、すげえ軽い。え、なにこれ、なにこれ、こんな軽いの。すげえかっこいい。え、のんちゃんこれ持ってごらん、びっくりするぐらい軽い。のんちゃん持ってごらん、これのりこ起きてる？のりこ寝た？すーげー軽い。なにこれ、すっごい軽いよ。うわ超かっこいい。ライオンが入ってる、ライオン、ライオンの刺繍入り。いやこれすっごい軽いよ。なにこれ、
うわ、ボクシングシューズや。すげえ。履いてみようか。うわー、いいなー。すげえすげえすげえ。ちょっと小さいな。うわ、負けらんねー。これめっちゃ高いの？ロンズ誰？すげえかっけー。安いのでいいのにね、1回しか履かないから。安いのでいいのに、3000円とかで売ってるっしょ。ありがてえよなー。ちょ、履いてみますね。うわ、すごい軽いよ。羽みたいなの、ほんとびっくりするぐらい軽いの。なんか重力の軽さ伝わるっしょ、これ。こうやってやって、本当に何だろう、タバコの箱ぐらいの重さの。普段履きはダメだよ。リングに上がるときにほら汚れちゃうから、リングが。で、あのボクシングシューズだから、ロンズデールか。いや、すごいよ。伝わる？この軽さ、この軽さねえ。いや、あのボクシングシューズはもう和道くんに選ばせないで、俺の趣味でって言われたの、リスナーさんに。俺がちょっと履いてもらいたいの買うからって言って、あ、お任せしますって言って、和道くんほら、あの黒と白と赤だったら何でもいいでしょっつって、俺が好きなメーカーあるからそれ履いてって言われて。うおー、めっちゃかっこいいよ。内側にライオン入ってて、こっち側ライオン。あ、捨て頃終わった後、普段履きはね、ちょっともったいないかな。なんかね、なんつうんだろう、なんかもう本当にスポーツやるためのボクシングに特化して作ってるのがわかる。あのね、耐久性多分そんなにないと思う。あの、なんつうんだろう、もうとんでもなく軽いの。なんて言うんだろうな、すごいよこの軽さ。どれくらいの重さだろうな、本当。なんか多分履いてる感じしないと思う、これ。いや、嬉しいわ。履いてみるわ。きつ。あ、イギリス人足小せ。何これ。ちょ、待ってね。イギリス人の足の小ささにびっくりしてる俺。でも踏み込むから結構きつめに履かないと。あ、入った入った。いや、結構、あ、入った入った、よかった。うわうわ、あ、すごい。あ、すごいわ。グリップが半端なくて、なんつうんだろう、なんつうの、このキュッキュッってこう、なんつうんだろう、動かない、全く。すごい、めちゃめちゃかっこいい。黒黒だからちょっとわかんないかもしれないけど、グリップが半端じゃない。なんつうんだろう、こう吸い付くっていうの、床に。すげえわ、これ。これかっこいいぞ。いや、なんつうんだろう、もう履いてる感じがしなくて、あ、これはパンチ力増すわ。すごい、こうグリップが半端じゃない。これ動き回ったらキュッキュキュッキュ言うわ。すごい。あ、これ滑んねえな。すっごいわ。あ、ミラクルフィットだわ。うん、どんな素材っていうかね、とにかく軽い。俺ね、今まで履いた靴とか靴屋さんに行って、こんなに軽い靴を履いたことがない。なんだろうな、これよりも軽い、これより軽い。びっくりするでしょ。なんだろう、うん、これよりも軽い、これより軽い。なんだろう、空のコップぐらいの重さの、空のコップぐらいの重さの。なんか釈迦よりも軽いと思う、多分。あ、そうそう、靴下と同じぐらいの重さ。それそれそれ、本当にそれ、ちょうど靴下と同じぐらいの重さ。だからなんつうんだろう、履いてる感じがしないっつうか、足に重さを全く感じないの。すごいよ。
いやこれ本当にびっくりするレベル。何この軽さ。だから何で作ってんだろうっていう。だから本当に一流のアスリートが履くやつでしょ。モハメド・アリやシュギャー・レイ・ロビンソンといったプロボクサーやポール・ウェアやオアシス・プラーのメンバーたちといったプリットポップを代表するミュージシャンにもモハメド・アリが入ってたんだって。これありがとうペンペン。モハメド・アリが入ってたの。靴下と同じぐらいの重さ。あの誇張して言ってない。本当にびっくりする。多分持ったらみんなえって言うと思う。なんつうのこうわかる、こうほらすごい跳ねるでしょ。ほらとんでもなく軽いのよ。おっとっと、なんか本当にこれ履いてる感じがしないのにすっごいグリップが半端じゃないの。ここのキュッキュッキュッ、なんつうの止まるっていうか、これはすごいわ。またドレさんが怒るよ。お前素人のくせにまたこんないいの買ってもらったのかよっつって、俺よりいいやつ買うのは生意気だよってドルさんが怒る。お前これいいやつじゃねえかよっつって、ドルさん激怒だよこれ多分。やべえ超楽しみ。テニスボールより軽いね。あテニスボールと同じぐらいかな。野球のボールよりはるかに軽い。うわーありがとうございます、大事にします。いや嬉しいわ。いいね。はいはい行ってらっしゃい。銭湯行きなよ銭湯。うん水風呂風邪ひくよ。なんかあのメッシュの布なの周りは。でもね作りはしっかりしてんのよ。こうモフモフしてるっていうか、何なんだろう。でもねここのここの靴の綿の部分がなんか特殊素材っぽいね。なんか全体的にメッシュっていうか、なんつうの通気性がいいような、なんつうんだろう、ナイキとかでよくあるようなさメッシュ系のやつあるじゃん、こういうスポーツ系の。なんか全体的にとにかく軽量化されてる感じがする。びっくりするよこれ。何なんだろう布。グリップの底は硬いよ。ゴムゴムゴムじゃねえなこれ。何なんだろう、なんかなんつうんだろう、なんか科学技術館とかにありそうな新素材みたいな。ゴムとなんつうんだろうな、発泡スチロールとゴムの中間みたいな素材あるじゃん、そういう感じ。ここはゴムだね、この白い部分だけゴム。なんかの新素材でしょ、特許取ってる。でここはなんかあの子供のおもちゃとかに使うやつみたいな、マット引くじゃん子供用のマット、ああいう素材。あー卓球のラバーっぽいかな。あ卓球のラバーに、うん、近い。あ、うん、うん、うん。卓球のラバー近いね。すっごい近い。うん、うん、うん。それだ。卓球のラバーっぽいわ、ここが。わかるわかるわかる。すげえなぁ。これ。いいね。はい、ワードツー。かっこいい。かっこいい。一回だけしか履かねえのにな。嬉しいよな。プレッシャーだよ、本当に。負けらんねえよ。芝子。いや嬉しいわ。嬉しいけどすげえプレッシャー。こんだけ金かけてもらって負けらんないでしょ。うん、大丈夫かな。
いけるかな。直樹兄さんはどうなんだろうね。勝てんのかな。直樹兄さん練習やってんのかね、そもそも。なんかちょっと鬱っぽいって聞いたよ。鬱っぽいって聞いたんだけど。いや、あのね、下手にね、売名できるからとかね、噛まない方がいいよ、捨て頃。あの、本当に痛いから。いや、鬱だろうね。俺、去年の今頃も俺、鬱状態だったもん。すげえ怖かったもん。あのね、舐めたらあかんぜよ。捨て頃ワン最弱と言われた俺が直樹兄さんの首取りに行くから。あ、ラジオが忙しいのね。わしは勝つよ。わしは捨て頃ワンの選手舐めたらダメ。俺らはやるよ。俺今必殺技1個身につけたから。直樹兄さんを倒すフィニッシュブローも考えてあるから。必殺技の名前聞きたい。必殺技の名前発表していいの。直樹兄さんを仕留める必殺技、コロニー落としだよ。コロニー落としが直樹兄さんをとどめを刺すから、覚えといて。俺の捨てゴロ2必殺技、コロニー落とし。寄り目パンチじゃないから。コロニーが落ちてくるから、直樹兄さんに。コロニー落とし、あと2つ必殺技があるから、1個はコロニー落としが出てくる。うん。あ、でもね、あれだよ、本当ボクシングって騙し合いだよ。あの、引っ掛ける能力ないとパンチ当たんない。なんかでもリスナーさんとマスボクシングやる企画とかスパーリングやる企画やってもいいかもな。あとの2つ、まあね、もうね、仕上がってきたから言ってもいいタイミングだと思うけど、右のオーバーハンドブローと、右のオーバーハンドブローを、右のショートアッパーで、左のボディーブロー、この3つが多分ね、もうとんでもなく苦戦すると思う。で、あの、いくら練習してももう防げないと思う。もうそれくらいの自信ある。もうドルさんと徹底的に話したんだけど、右のショートアッパーと、右のオーバーハンドブローに関しては、16でも絶対倒れるってお墨付きもらった。当たったら。で、当たる組み立てもだいぶ相談したんだけど、間違ってないって言われた。うん。で、多分、その、もうね、話しても大丈夫な段階に来たの。あのね、なんでかっていうと、そこに対する戦略、どうやってそこまで組み立ててるかが、もういろんなパターン覚えちゃったから、もうね、はっきり言って防げないと思う。だから、もし俺が負けるとするのであれば、2パターン想定してるの。1個のパターンは、左のジャブと距離感が相手の方が遠いから、要は俺が中に入れないパターン。こ
これが1個目。要はインファイトさせないで、ステップワークが相手が上手かった場合ね、距離キュッ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 取って、もうスパンスパン左で捌かれたら終わり。要は足使って逃げられたら俺の場合、終わりね。なんでかっていうと、物理的に距離が遠いから。要はパンチが当たらないの。で、もう一つのパターンっていうのが、直樹兄さんのパンチ力がとんでもなく重くて、インファイトで打ち負けるかっていう。こっちはね、可能性が低い。なんでかっていうと、もうガードの練習ひたすらやってるから。で、ブロッキング、パリング、全部、ウィービング、全部ディフェンスの技術は上がってるから、多分ね、こっちで負けるパターンは、ほぼないと思ってる。だから、もう直樹兄さんが勝つのは判定勝ちしかない。はっきり言って。くっそつまんない試合ね。足使って左をパン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 払って、もうひたすら逃げまくるっていう試合。要はダウンはないね。これしかないと思う。もうあの直樹兄さん勝つためには。ひたすら逃げ回る。でもまあ配信者じゃそんなことさせねえよ。で、何が厄介かっていうと、中に入ったら左のリバーブローとあのショートアッパーを溝落ちにストマックに入れる方法って覚えてるから、これ実は顔面狙わなくてもボディに行けんの。で、中に入られた時、相手の方が身長はるかに高いから、相手はボディも狙えないの、顔面も狙えないの。つまりもうステップで下がるしかないの。それくらいの超至近距離で戦うのを想定してるから。だからね、多分ね、あの直樹兄さん相当それに気づいててプレッシャーだと思うよ、うん、直樹兄さんの立場だったらもう三段つけられないと思う。なんでかっていうと、彼ボクシングやった経験がないはずなの、多分なんだけど、あのね、なんていうのかな、無理だと思うよ多分ね、ボディでダウンすると思う、最初の段階で。下手したらワンパンの可能性あるよ。一発目にあの一発目のブローが思いっきり入ったら、多分くの字に曲がると思う。くの字に曲がったらもうコロニー落としが来るから。要は練習したもん勝ちだよ、こんなもん。簡単に言うと、俺がそのアウトボクシングっていうのを捨てたの、今回。もうとにかくゴリゴリ前に出るっていう作戦だけ取ったのね。そう。だから、もうインファイトしたら絶対に、なんていうのかな、手が長いでしょ、相手の方が。身長が高いでしょ。で、俺がインファイトのこうやって中に、こうやって入ってくるから、この辺で動かれてる感覚なの。っていうことは、手が長くて打ち下ろせないじゃん。後頭部殴れないから。つまりこの辺で戦われてんの、相手からすると。要はボディ打たれ放題、ボディ打たれてくの字に曲がったら、ここにアッパーが来る、上から来るつまりもうここで勝負させないように、こうやって払って、もうステップで逃げまくるしかないの。こうやって、わかる？もう足使ってフットワーク使って、こうやって入らせない、入らせないっていう。もう入られたら終わりなの。だけどこのアウトボクシングっていうのはすごく技術がいて、こう切り替えたり回り込んだりとか、そのなんていうのかな、すごく一番難しい技術なの。だから素人ができない。だからってことは2パターン目、要は用意ドンで、もう思いっきり殴りかかるしかないの。もう1か8かにかけて思いっきり2人ともぶん回すしかないけど、これは勇気が必要なので、相手がパワーを上手いけど、俺がずっと何ヶ月も練習したのこの技術、こうブロッキングとか、こうかいくぐる技術をやってるから、相手は顔狙うしかないの、背が低いから。ってことはボディ狙えないのよだからもう対策済みなの。今から残り2ヶ月でいくらやっても多分無理なの。だからもう話しても大丈夫ってこと。もう要は半年間の期間があったから、その、なんていうのかな。相手が猛練習したらもう無理だったけど、もう多分無理でしょ。
勝てないでしょ。ただ便所太郎さんの読みだと直樹兄さんが勝つって言ってたね。ボクシングって背の高い方が有利なのね。絶対的に。それは何でかっていうと、至近距離に入らせなければ相手のパンチが届かないところで攻撃ができるから。なぜやろ、単純に和道さんの知識がないとか。ん、どういうこと？和道さんの知識がない、どういうこと？なぜやろう、単純に和道さんの知識がない、どういうことだろう。便所さんが、あ、違う、便所さんはなんで直樹兄さん勝つかっていうと、簡単、直樹兄さんは運が強いからって言ってた。うん、直樹兄さんは土壇場で強いタイプだから、奇跡が起きるタイプなんだって。で、多分ワド苦戦すると思うよって、予想外のラッキーパンチが来ると思うって言ってた。そう、運が半端じゃなく強くて、本番にめちゃめちゃ強いんだって。で、その運が桁違いにいいんだって。便所さん曰く、とんでもなく運がいいから、ワドが予想もしてないようなとんでもないラッキーパンチが出ると思うって言ってた。本番強いんだよって言ってた。うん、だから多分ワド練習続けないと、よっぽどのことがないと、相当運強いから覚悟しといた方がいいよって言われた。本人に面と向かって言われたもん、モグゴリ行った時。多分ワド負けるよっつって。なんでっつって、技術の方が俺の方が上じゃないですかっつって。いや、直樹兄さんめちゃめちゃ運がいいんだよっつって、本番強いから油断しない方がいいよ。うん、だから石川紀之とが可愛がるっていうことをよく考えた方がいいって言われたね。紀之さんがなんであんなにうだつの上がらない直樹兄さんを使い続けるか、よく考えた方がいいよって言われた。あー、偶然でもなんてとんでもないよ。カウンターはほんと立てないよ。カウンターパンチってとんでもなく効くから、びっくりするよ。こんな軽いパンチで倒れるのっていうぐらいズゴーンって効くの。で、練習の時とか振り抜かないで、簡単に言うとポンって当てるだけでバーンって効くの。これをバチーンって振り抜かれたら、多分病院送りになると思う。俺それをね、宮城さんとドレさんと、プロの原田さんにやられたの。宮城さんもドレさんも経験者じゃん。で、一番すごかったのはやっぱり原田さんなんだけど、やっぱプロの技術すごくて、簡単にカウンター行くのよ。要はスパンって抜かれんので、辰彦はね、どちらかというとパワーでゴリ押ししてくる、まあ、カウンター狙えるんだけど、パワーでゴリ押しするファイタータイプだからあんまりやってこないんだけど、多分辰彦もできるんだよ、カウンター余裕で。あのパワーでカウンター打ち抜かれたら多分死ぬなっていうのが体験で分かった。たまったもんじゃないところじゃない、立てないよ。うん、いやいや、体重が重いっていうのは本当に不利だよ。どれくらい違うのかって考えたら分かるけど、体重が10キロとか15キロ近かったの俺。で、増量したじゃん、今デブってるじゃん俺。これなんでかっていうと、鉄アレイとかって2キロぐらいのやつを持って殴ってごらん。分かった、鉄アレイ2キロでどれくらいパンチ力が上がるかってわかる？想像つくでしょ？もう1キロでもいいよ。1.5 キロでもいいよ。それが体重差ってやつなの。恐ろしいでしょ？
だから本来その体重が離れてたらボクシング絶対やらせないレベルの、壊れるから。だから俺が平均68キロとかだから、直樹兄さんが80キロ超えなの。相当だよ。そこはだいぶ警戒してるね。絶対もらわないっていう。わかりやすいでしょ、うん、青じいらっしゃい。鉄アレ2キロ持って何か壁かなんか殴ったらわかる。だから体重差リーチ差が全ての世界だから、その中で技術を磨いてるのね。だから体重が合ってないと絶対やらしたらダメなんだよ。80キロ超えてるの。だから直樹兄さんは減量ダイエットね。俺は増量。だから俺の場合は運動神経を損なわないで上げて、さらに体重増やさないといけないから、だから今まなんかこうデブってる。俺の理想はマークハントとか、ああいう戦い方しないとと思ってる。マイク・タイソンとかね。要はチビなんだけど、もうパンチブンブンブン回す、反射神経で避けながら入る、クッって入ってバン。理想は体力切れたところに相手の溝落ちにがっつり入れてやることなのよ。立てない。でも今回はもう俺の課題は KO しか狙ってないから、とにかく前に出る。前回みたいなみすぼらしい試合じゃなくて、もう打たれようが何されようがとにかく前へ前へ前へ、もう自分から自分からが課題だから、もうそこにずっと特化してやってきたから、もう多分ねそれはできると思うの。本番でだいぶ離れしてるからね。多分ね足使って逃げると思うよ相手は。多分同じぐらいの体重で未経験だったら負ける気がしない。今だったらね、同じぐらいの体重で未経験の人だったら負ける気はしないかな。要はね、あの技術がなかったら無理なんだよ。なんでかっていうと6種類のパンチしかないの。ストレートの左と右、フック、あとアッパーね、下から来るアッパー。この6種類の中の変則でスマッシュとかあるんだけど、斜めのアッパーとかあるんだけど、結局大まかに分けるとこの6個だから、避け方とかブロッキングの技術っていうのは全部一緒なのね。だからね、ボクシングやってて分かったのが、攻撃を強くしないとってみんな思ってるかもしれないけど、全然違うの。やってみると、要はね、避ける技術と受ける技術とブロックする技術と、あとは足腰をいかに鍛えるかの、下半身のスポーツの避けるかって。パンチなんか誰でも打てるんだよ。いかにもらわないかなんだよ。で結局体力へばったら、あの当たるから、反射神経が鈍ったりとか体がついてこなくなるから、あとは体力勝負。面白いよこの世界。やってるとドレさんが54でいかにあの体を維持してるのがすごいかっていうのがよくわかるね。あのとんでもない努力をしてるっていうのがよくわかる。映画俳優とかもそうじゃん。体を作り込む、走り込む、あのなんか想像を絶するよ。54であの体作れないもん。30過ぎてから始めたって言ってたからね。
直樹兄さんは寝れない日が続くな。捨て頃の前日なんか絶対うなされるよ。睡眠不足だよ。苦しめ苦しめ。もう本番までにいかに腹くくれるか勝負だから。ボコボコにしてやるぜ。ミクさんいらっしゃい。アイテムありがとう。無料アイテム配られてるんでね、もしよかったら無料アイテムください。有料アイテムもお願いします。だからさ、パンチの打ち方とかもすごい理にかなってんだよ。こうやって打つの、右ストレートって。これ何かっていうと、肩で左のカウンターを押さえてるんだよ。こうやって打っちゃうと、ここガラ空きだから、ここにかぶせてクロスカウンターもらうでしょ。こうやってストレートってこうやって打つの、ここでブロックしてんの。わかる？ここを狙うしかないじゃん。すごくあの近代格闘技っていうか、理にかなった動きっていうか、すごいよボクシングは。あと右利き腕のその仕留めるパンチのために、左手をその前に出してこう威力を捨てて距離測るとかさ。そう、ブロックだよこれ。右ストレートがなんでこんな窮屈な打ち方するかっていうと、ここでブロックしてんの。ここでショルダーブロックしてんの。あとブロックの技術もいっぱいあって、こう電話するみたいにやれって教わってんの。こうやってやったらもう打つところ、横から見ると打つところないの分かるでしょ。ここまで上げんの。だからフックを打つときはこうやって打つのね。カウンター取れないでしょ。これ攻撃と防御が一体になってんの、こうやって。そう、でも素人がやっちゃうとこうなっちゃうの。ガラ空きじゃん。はい、ワード2、クミさんいらっしゃい。ね、ましてや俺はピーカブーだから、普通のオーソドックスと違ってその打つ面積低いから。でさらにクロスアームブロックっていうのも教わったから、これもうどこも打てないよ。楽しいよね、豆さんね。ボクシング最高だよね。うん、すっげえ楽しいよね。あのね、スポーツなのがわかる。いや、努力したやつが強くなるっていうのがいいね。もともと潜在的に強いわけじゃなくて、努力すればするほど強くなる世界だから、すごくフェアだよ。ねえ、いいよね、青春だよね。だから32になってさ、こんな青春ができるっていうのはもう最高の人生だよ。32歳でこんなことができるんだよ。いいよね、楽しいよ。学生時代さ、青春なんてなかったから、バンドぐらいだったから。楽しいよ。俺ボクシング大好きだからね。早くリング上がりてえな。
ああ、格闘技、ボクシングっすね。ボクシングです。ボクシングの話してて今。親父がね、こんな楽しいことやってたんだっていうのがようやく分かったよね。ここにもグローブあるでしょ。ボクシング、ボクシング。まあ、親父は空手家だけどね、本当は。キックボクサーだし。アイテムありがとう。打ち合いさえしなければ健康にもすごくいいから、ダイエットとかも最高にいいよ。女性がね、体鍛えたいんだったらフィットネスとかでおすすめ。ありがとう、アイテムありがとう。靴紐入れ替えよう。この縛り方あんま好きじゃないから。日本8位、アーマで準優勝してる方とスパーやってもらったことありましたが、もう遊びもいいところ。いや、もう無理でしょ。プロのランカーとかのレベルになるとパンチが見えないよ。ジャブ一つで負けるよね。左手一本でも勝てないっていう、そういうレベルだよ。パンチが当たらないと思う、多分。かすりもしないでしょ。ミートね。テンプルとか、ジョーとかに当たらない。ディフェンスの技術が半端じゃなく高いから。遊ばれて終わりだよね。原田さんとやった時に遊ばれたの分かったもん。こんなね、素人じゃねえ。絶対ね、触ることもできないよ。すげえクッション。すげえな。もうちょい若かったらね、プロ目指すとかね、企画できたんだけどね。ライセンス何歳まで？ 34 歳までか、プロライセンス。ジャックありがとう。触れないよね。悔しいよね、あれ。わかる。半端じゃなく悔しいよね。ありがとう、アイテムありがとう。ジャックありがとう。
富山行かないっすね富山行かないっすね。はい、こんにちは。はい、ワード2。はい、ワード2。
自分だよ。いつも染めるときは自分で赤にしてる。俺は自分でやるね。カラーとかになんか高い金払うのよくわかんないよね。なんであんな高いんだろう。薬剤とかね、普通に安いし、こんな綺麗に染まるもんね。なんか6000円とか取られる意味がわかんないよね。この色綺麗だよね、ホーユーのレッド。髪の毛長い時ほとんどないかな。モヒカンぐらいかな。学生時代顎までつくぐらいのモヒカンだったの。上にビーンって、それくらいかな。長かったことあんまりないね。なんかめんどくさくなって切っちゃうんだよね。弟はロン毛だけど、うん、髪質がね、なんかたわしみたいな、なんか太くて硬いんだよね。で、癖っ毛なの。サラサラヘアに憧れたよ。なんか美少年みたいなさ。坊主は何回もあるよ。スキンヘッドもあるし。髪は短い方が好きなのよ、俺は。個人的には。早いな。髪、まあパンクは俺は生き方だと思ってて、まあパンクスでは痛いと思ってるね。うん、パンクスで痛いなと思ってる。なんか正直に生きることっていうか、自分の思ったことをまっすぐ言うことっていうか、偽らないことが俺はパンクだと思ってて、うん、そういう風になりたいね。まっすぐ生きたい。はい、ワード2いらっしゃい。
ああ、家の周辺の中央公園かな。新宿の中央公園って言って、都内でも結構かなりでかいぐらいの普通の公園だから、噴水がある公園でしょ。あの辺よくテレビ出る。うん。新宿の中央公園ね。テレビ出てた。あそこでっかいんだよ。もともとホームレスがね、200人ぐらい住んでたんだけど、追い出されちゃった。だいぶホームレスも減ってるよね、今。いいことだ。東京オリンピックが近いからさ、ホームレスの人がみんな生活保護になってる。そうなんだよね。一時期ひどかったよ。俺が生活保護になった時なんか、派遣村っつうの、派遣難民みたいなのとんでもなく出てた時期で、もうほんとね、ここほんとに日本かなって思ったもん。新宿の駅あるじゃん。新宿の駅が視界に200人ぐらいいるホームレス。視界に段ボールだらけな駅だよ。駅の中もうブワーって。で、今度向こうの方行くとブワーって200人ぐらい。すごかったよ。いや、先進国かなと思ったもん。絶望的というかさ、本当にカルチャーショックっていうのかな。これ日本かよって思ったもん。ねえ、スラム街じゃんとか思って。あれはびっくりしたな。いや、マジマジマジ。あの時の衝撃っていうのは俺は忘れないね。もうホームレスだらけ。いや、悲しかったよな、なんか。同じ日本でこんなことになってるのかよって。考えられなかったよな。いや、だから、あんなね、思いしてほしくないよね。同じ日本に住んでて。最低限の暮らしは保障してあげたいよね。何でもかんでも自由競争じゃダメだよ。運が悪かったら誰でもなるんだからさ。地元？ああ、そうなんだ。ホームレスってね、都市がでかくないと生まれないって言われてんだよね。田舎の方ホームレス少ない。それには理由があるんだけど。
イベントっていうかね、あの敵屋さんとかが仕事をあげてるんだよね、ホームレスの人に。あのお祭りとかさ、敵屋さんっているじゃん、あれをホームレスの人に声かけて仕事をあげて、で食い物とかもあるから結構時給いいみたいよ。1000いくらも1200円とかあげてるみたい。そうやって人助けするお兄さんもいるんだよ、社長さんとか。敵屋はすごい儲かるらしいよ。ネットの販売が荒れる？何ネットの販売が荒れるって、どういうこと？オークション？え、う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 、どういうこと？はい、みーたん、こんにちは。どういうことだ。オークション？こんにちは。楽しんでってね。ホームレスの人が荒らしてるの？なんかオークションを。ダイヤモンドさんいらっしゃい。はい、ワドツ。おお、10倍出たね。アイテムありがとう。リサイクルショップ問屋が限定品をオークションで高値で売り釣り上げてる。ふん、へえ、そういうのがあるんだ。
いや、俺はいいのよ。俺のシルバーはいいの。好きな人が買って好きな人が身につけるお守りだからさ。限定品で世界に1個しかないものを作りたいだけだから。インディアンが作ったりとかするアクセサリーと一緒よ。本来のお守りを作りたいのね、俺は。うん。別に儲かるとか値段がとかいう小さい人に買ってもらいたくない。それこそね、クロムハーツとかゴローズみたいになったら嫌だから。なんか分かる人にだけ買ってもらいたい。そうだね、あの、なんて言うんだろうな、つける人を選びたいんだよね。身につける人を、俺自身を身につけるわけだから、俺とその人の絆でしょ。だから売るっていう考え方がないんだよね。うん、俺自身を身につけるっていうか、そのなんて言えばいいんだろうな、俺がそう念を込めるわけだから、その一個の作品に対して、本来の意味のアクセサリーだよね、お守り。だから考え方とか、その俺の考え方とかを賛同してくれる人にしか身につけてもらいたくない。そうそう、俺の作品ってことは俺自身だよ。俺そのものを身につけるわけだから、俺の思想とか生き方を理解できない人が身につけても意味ないでしょ。だからライフスタイルごと買ってもらいたいんだよね。ライフスタイルごと。そうそう、作品なの。そうそうそう。アートね。あ、マガタ、日本人のマガタマとかと一緒だよ。日本刀とかと。ジュエリーじゃないよっていう。そのジュエリーとかを欲しいんだったら、世の中に腐るほどいいデザインなんてあるわけじゃん。だからそこと勝負するつもり全くなくて、俺が納得する最高の俺自身を作り上げて、でそれをこう、なんつうんだろう、共感してくれる人がこう手に入れてもらいたいと思ってる。ありがとう、風船10個ありがとう。価値観の合わない人に身につけてもらったらアクセサリーがかわいそうでしょ。大切にしないとか身につけないとか、コレクションで飾られたくないから。身につける芸術品だからね。ありがとう、アイテムありがとう。大切に使ってくれる人にしか譲るつもりないよ。綺麗になったね、ピカピカ。おい、了解です。
いやよ、了解。仮暮らしのキヨッティさんいらっしゃい。次、今日撮影だからさ、指輪も綺麗にして撮影しようと思って、珍しくメンテナンスしてるよ。リング、これ小指のリング、今のはピンキーリングに変えたの。生まれて初めて買った、中学生の頃だか小学生の頃に生まれて初めて買ったシルバー未だに持ってて、でピンキーリングに X さんに変えてもらったの。あ、小指サイズだね、小さいのは。マイクの設定悪くないはずだよ。ボリュームちゃんと出てるから、多分そっち側のパソコンの設定だよ。俺の問題じゃないよ。普通に聞き取れてるはずだけど。スマホかパソコンの設定じゃん。普通の人よりもボリュームいいはずだけどね。声でかいでしょ。問題ないはずだよ。
こえてるよね。アイテムありがとう。お疲れ。いらっしゃい。お風呂入った。いいね。お風呂いいよね。俺も今日のんちゃん無理やりお風呂に入れて洗ってあげた。のんちゃんお風呂大嫌いだから。クーラー入れてる気持ちいいよね。伏せ頃終わったら痩せよ。太りすぎた。わかるわかる。最高だよね。ありがとう、みーすけ、花火ありがとう。ありがとうございます。嘘、お風呂嫌いなの？俺大好きなんだけど、子供の頃から。むしろお風呂と睡眠嫌いっていう人、よくわかんないんだよね。たまにいるんだよね、意識高い人で。寝てる時間がもったいないとか言う人、全然意味不明だよ。寝るために俺生まれてきてると思ってるから。たまにいない？寝てる時間がもったいないとか言う。初めて付き合った彼女がそんなこと言ってた。あ、了解です。いやいや、了解です。ありがとね。お風呂は最高の幸せだよね。エヴァンゲリオンの美里さんが言ってたよ。風呂は命の洗濯よって。今何キロだろう。体重測ってないけど、多分76か77ぐらいに、多分人生で一番太ってるぐらいに増量したね。多分それくらいあると思うな。めちゃくちゃ重たいよ。65キロくらいがベストなんだけどね。結構重いね、エデンね。まあでも体重はあんま意味ないよね。骨密度とか筋肉量がどれくらいあるかが問題だから。体重じゃないよ。やっぱり健康的な体を作ってるかどうか。あ、筋肉がでかいんだ。165で75だったら相当腹筋バキバキで胸筋バカンみたいな感じじゃん。相当鍛え上げてるでしょ。プロ格闘家みたいな、プロレスラーみたいな体型だろうな。相当筋肉搭載してないとその体重にならない。か、もう超デブの域だよ。身長165で75キロっつったら普通の人だとデブデブかってなる。あ、自衛隊なんだ。強そうだね。ジム行ってないよ。いや、デブじゃないでしょ。筋肉量が多いでしょ。だから、体作り上げてる系の体型でしょ。逆にドレさんみたいな体型だよ多分。筋肉量多いってことは鍛えまくってんだよ。あ、肩幅もでかいんだ。恵まれた体型なんだね。じゃあ豆タンクとか言って豆タンクってあだ名はダメでしょ、うん、ありがとう。アイテム俺鍛えてないよ。どっからそういう風に感じたの。俺は鍛えてないよ。あ、ダイエットしてるんだ。体脂肪率が何パーぐらいの。ええで、体脂肪率どれくらい。
測ったことないか。ね、よく走りに行ってるもんね。すげえ綺麗になったな。ビカビカ。ビカビカです。これかっこよくない？この指輪ね、本当に買ってよかったなと思ってんだよね。今多分出てないんだよね。すげえかっこいいんだよね、この指輪。超デザインいいよね。シンプルだし、そんななんかごちゃごちゃしてないし。シンプルだけどすげえ洗練されたデザインで、すげえいいよこれ。10キロか、すげえな。めちゃめちゃかっこいいよ。あっ、いい、やっぱ、あー傷ついたすげえショック。これめちゃめちゃかっこいいんだよね、このリング。ちょっと今のショックだな。フォーカス、これすごく良くない？このリングいいでしょ。すげえかっこいい。あ、翡翠いいね。今ね、綺麗にしたからね。石もいいよね。石も奥が深い。何気さんいらっしゃい。ジャックありがとう。アイテムありがとう。完成かな。ピッカピカになったよ、ピッカピカに。やっぱね、シルバーアーティストとしてね、やっぱ宣材写真シルバー綺麗だなって思われたいしね。うわー、ピッカピカピッカピカピッカピカ、いいね。よし、次ブラックアンバーじゃない、ブルーアンバー、ブルーアンバー、ブラックじゃないよ、ブルーアンバーね、うん、あの赤外線に反応して太陽光とかでもあの青く光るやつね。ブラックアンバーじゃない、ブルー、ブルーアンバー高いんだよ。でもなんかドミニカ共和国でしか取れないんじゃなかったっけな。希少なアンバーだよ。
紫外線当てるとあのブルーな、うん、お頑張ってねエデン。シルバーって不思議だよな。アイテムありがとう。そうだね、そうそうそう、あんまりね造形が深くてもダメなんだよ。そう、磨くのも計算に入れてね、あの作らないといけないから難しいんだよねシルバーって。ただ作り込むだけじゃダメなんだよね。あでもいいよねシルバーアクセサリーのいいとこ、一生ものだからね。一回買ったらずっと使えるから。はいはい、また来て。なんでお前に合わせて髪の毛を整えないといけないの？お前にかっこいいと思われたくないんだけど、別に俺がかっこいいと思ってやってんだから、人のファッションに口出すなよ。お前がダサいと思うがなんだろうが知ったこっちゃないよね。別にお前にかっこいいと思われたくないし、俺が好きでやってる髪型に文句言うのやめてくれる？俺がかっこいいと思ってやってるんだから、お前がダサいと思うかなんか知ったこっちゃねえよ。アイテムありがとう。アイテムありがとう。
ドラム叩くときにジェルで X っぽく上げたらやばそう。髪の毛短かったら無理でしょ。あれは髪の毛すいて、ジェルじゃ無理だね。立たないね。ケープっていうのを使うの。あのね、何でやってたかな。昔教えてもらったんで、砂糖にジェル混ぜるんだ。砂糖入れんの。砂糖とワックスとかをガッチガチにすんのね。あの、砂糖バンバン振って、で、ワックスガリガリにこねるとネッバネバになるの。それをこうやってこうやってワックスで。で、カチカチになったところをスプレーで、ケープで固定すんの。すると、ああいうガンガンに。で、櫛でね、こうやって、逆にこうやってやって、下の方に髪の毛やって。砂糖マジだよ。多分 X 砂糖混ぜてるね。じゃないとあんな立たない。ケープで最後。ケープが一番いい。アリンコは来ないでしょ。やばいよ。だって、あんなさ、重力に逆らってあんな逆立つわけないじゃん。あんな長い髪の毛が。だから、モヒカン作るとき大変だったもん。これはモヒカンやってるときにそれ仲間に教えてもらって、砂糖入れんだよ、つって。で、砂糖でガッチガチのワックス作って、で、逆立つって。俺もともとずっとバンドやってたときモヒカン、うん。こんな感じ。これ前髪、トップが顎についてたから、これが一番髪の毛長かった頃かな。これはだから、その、ケープね、これ作るのに大体、ケープがね、2回で1本なくなってたね。この髪型2回作ると、ケープ1本なくなるみたいな。うん。だから普段はパイナップルみたいになってんの。ライブの時だけ逆立ってたね。名前変えんの？はいはい。元の名前なんだかわかんないな。これがモヒカンってやつね。X みたいでしょ。これ1本じゃなくて半分使うね。この髪型を2回やるとケープが1本なくなる。これ作るの難しいんだよ。結構。アイテムありがとう。はい、ジャックありがとう。見てもありがとう。今日撮影ジーパン黒で行こうか普通のジーパンで行こうか迷うな。どっちがいいかな。やっぱ黒だよね。こっちのジーパンの方がいいよね。普通のジーパンで行くか撮影どっちがいいかな。黒ジーパンがいいんだよな俺は。
どっちがいいかな、黒と普通の。やっぱ黒だよね、イメージカラーだよね。宣材写真に使うんだけど、 T シャツはもう新しいの買ったんだよ。黒でいくか。アンコロいらっしゃい。あとジャケット持ってきてくれって言われた。赤シューズだね。ジャケットもシワクチョなんだよな。このジャケットでいくか。黒ジャケにこの黒がいいね。普段の T シャツバージョンとシルバーのジャケットでいこうか。これでいくわ。ジャケットバージョン。もうでかくなったから肩幅が合わねえな。これでいくか。なんかシワが変なつき方し。パツンパツンだよ。ダッセーな。体に合ってねえな。いい。サングラスの方は私服。これ脱いだ時2枚取ってくれる。2パターン時間もらったから、ジャケットバージョンと。赤入れあるよ。ポケットチーフ入れるか。ちょっと待って。赤のポケットチーフ。のんちゃん、あ、のんちゃん、はい、これこれでいこうか。これでいい。あ、いいじゃん。これでね。くしゃって入れるのがかっこいいんだね。これでいこうか。1枚目はこれ。アクセサリー外してこれで1枚目。このメガネで。こんな感じか。これ全部外してで2枚目がこれでいこうか。アクセサリー全部つけて。ボクシングは時間がないって。そのウェア着替える時間がないから無理だって。スタイルね、意外と小顔なんだよね俺。意外とスタイルいい。あとはひげ剃っていくだけだな。ひげ剃って歯磨いてホワイトニングして。腹が出ちゃったんだよね。あの赤のバッグかっこいいでしょ。いい感じだね。プロカメラマンに時間もらったから。どんな感じのができるかね。もう
痩せてる時に撮ってもらえばよかったな。今太っちゃったからさ。有名な方、あ、わかんない。有名かどうかわかんないけど、学校の先生とかやってる人だから有名なんじゃないかな。リスナーさんだから。なんか結構有名なバンドのミュージックビデオとか作ってる人。学校の先生やってるってことは無名じゃないでしょ。靴もこれ履かないと。コンバース紐通そう。これ履いていくから紐通すか。ちょうどよかった。これ履いてこう。おニューの靴だよ。おニューのグッズ履いていこう。オールスター100。よいしょ。これはこっちか。スタイルおしゃれ。そうかな。なんか結構中二病とかバカにされるけどね。まあ、中二病なのは認めるんだけど、俺が着たいもん着て何が悪いんだと思ってるけど。一般受けはしないセンスだよね。好きな人は好きだろうけど、もともとパンクスだからさ。ゼリー降りやまぬ雨だっけ、立ち止まったシグナルだっけ、通り過ぎる朝を昨日なくしただっけ、見た目よりもそう臆病だから。わかるよ。 I don't know why, I don't know why、 聞きなバックストリートリップもしたいだっけ。
あの空の向こうへ Another way, another day この胸を焦がす。うわ、これ頑丈だな、かってえな、なんだこの素材、すげえかてえ。うわこれかってえな。あー、ハイカットかっこいいな。二十歳の時嘘をゼリーと対バンしたの、売れる前かな、ゼリーが。すごいね、てか相当うまかったんじゃないの、対バンしたってことは。よいしょ。よいしょ。かっこいいね。まあまあだったんだ。やっぱオールスターだな。よいしょ。かっこいいね。かっこいい。いいね。はい、こんにちは。おニューの靴でーす。後ろのペット、文鳥。よし。うわ、すげえ、履き声。あ、全然違う、高いやつ。俺の履いてるオールスターと全然違う。クッションやば。何これ、ふっかふかなんだけど。え、こんな値段違うとこんなに変わるんだ。ソールがすげえふかふかなんだけど。すげえすげえすげえ。マジかよ。全然違うわ。やっぱ高いやつっていいやつなんだな。勉強になるわー。ショックアブソーバー、そうそう、なんかふわふわっとこうクッションがついてるオールスター。俺安いオールスターしか履いたことないから、すげえふわふわなんだけど。こんないいオールスター履いたことねえわ。なんかいいね、素材が結構がっしり強力だね。そう、なんかかかとがミラクルフィットしてる。同じメーカーのスニーカーとは思えないんだけど。楽しみだな。やっぱ赤かっこいいな。全然ちげえな。俺の履いてる布製の赤と全然違う。かっこいい。ぺったんこで嫌い？え、クソかっこよくない？パンクアイテムだよ。パンクスはオールスター結構よく履くから。定番だよ、定番アイテム。ドクターマーチンとかラバーソールとかよりも好きなんだけど俺。あれ、かっこよくない？
ちょっとこれダボって履いた方がかっこいいかもな、緩めにして。ダボって履こうかな。あ、ちょっとバッシュっぽいな。ふかふかだね。いいね。いいね。この中にこれ入れたいな。うん、ありだね。いいね。オッケー、靴オッケー、ズボンオッケー、シャツも新しいの買ったから。よいしょ。おニューのシャツ買った。おニューの完璧、撮影用に。抜かりないよ。あれ、え、小さく、え、何、小さいんだけど、え、サイズ変わってる。何このピタピタ。え、何これ、サイズ変わってる。え、これパッツンパッツンになるぞ多分。やべえ、気づいてよかった。違うか、俺がよれてんのか。もう着てみよう。パッツンパッツンだろう。いや、 MM。 あ、大丈夫か。なんかピタピタ大丈夫かな。ピタピタだけど大丈夫ピタピタなんだけど。変じゃない。ピタピタで乳首ビンビンなんだけど。のんちゃん、乳首ガムテープ、これあれだ。のんちゃん、絆創膏2つ。これとんがり乳首だから、これは撮影のためにこのとんがり乳首は隠さないと。絆創膏がいい。絆創膏。やべえ、早めに気づいてよかった。ちょ、これ絆創膏持ってこ、てか貼ってこ。これアウティでしょ。おしゃれ、俺くらいのおしゃれになると乳首絆創膏だから。よし、ほらほら、おしゃれ感アップした。これ変、これやばくない、これ変かな。どうしよう、変かな。変、どうだろう。変、そんなに変。大丈夫だよね、別に。この辺になんかワンポイント赤欲しい気がするけど。ガムフラップもつけていくか。勝負服。これでいこう。これでいくわ。これで。これでいくわ。オッケー。ふわっちの、ふわっちのファッションリーダーはどう？どう？今日の俺どう？どう？いけてる？いけてる？あ、じゃあこっちの時はサングラスかけんだ。忘れてた。
こっちの時はこっちの時はこれだ。でこれをつけるんだ。だんだん思い出してきた。今日撮影会だからね。どう？どう？どう？いけてる？いけてる？いけてる？どう？完璧？いけてる？これがワンショットね。これが。で、アクセサリー外したジャケットバージョン。どう？32歳。32歳。どう？この辺にも赤欲しいな。赤が足りないな。赤が足りない。どう？なんで笑ってんの？決まってる？オッケー。ああ、なに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 。ファッションリーダーだから。なんか違う？どうよ。なんか落ちたね。今日撮影だからね。晴れ舞台だから、晴れ舞台。赤が足りないな、ちょっと。赤いポーチ買おう。赤いポーチ買う。髪赤にしたよ。髪赤くなってんじゃん。ほら。やったよ。髪赤くなってるじゃん。いや、今増量してるから太っちゃったんだよね。これしょうがないんだよ。2キロ痩せた？すごいね。うんこ出ただけなんじゃないの？はい、たくみさんいらっしゃい。解放、それうんこが出ただけだよ。まあ、お通じが良くなるのはいいことだよ。血行が良くなって髪の毛立てた方がいいと思う。どう思う？髪型どうしよう。ヒゲ整えるのはいいとして髪の毛立てた方がいいかな。どう思う？髪の毛立てた方がいいかな。固めカラコン、カラコン怖いんだよね。カラコン固めは昔やってたけど、ホストの頃やったけど。髪立てた方がいいかな。どう思う？どうしよう。立ててみる？今テストで。のんちゃんジェル取って。ホストやってたよ。一回風呂入るから今ちょっとテストでどっちがいいか。これ覚えといて。これ覚えといてね。オッケー、ありがとう。のんちゃん覚えといて。これ覚えといてよ。いくよ。こんな感じ。こんな感じ。どっちがいいかな。どっちがいい。
立てた方がいい？どう？立てる？オッケー。グッドシャーロット懐かしい。これで行こうか、じゃあ。うん、立てた方がいい、オッケー。これでいくわ。立てるわ、じゃあ。職業何ですかって感じだよね。お仕事何されてる方ですか？って。AGA って何？じゃあひげ剃ってお風呂入っていくわ俺。ちょっと。プロカメラマンにちょっとナイスガイなところ撮ってもらってくるわ。オッケー。パンクスだもんだって。パンクス。じゃあ行ってくるね。みんな帰ってきたら放送やるよ。写真撮ってきた写真みんなにやる。うん。じゃあみんなお疲れ、ありがとね。おつおつ行ってきます。お風呂入ってひげ剃って、ひげ整えて行ってきます。おつー。